はい、プレボールどうも野球人です。3月8日ソフトバンク巨人オープン戦レポートということでございまして、今日行われたですね、山口県でのオープン戦、ソフトバンクと巨人との一戦ですね、どういった戦いだったのか、ちょっとね今日放送していたところも少なかったので、見ていない方も多いかなというふうに思いますので、しっかり見ていきましょう。まずはオーダーからです。はい、では3月8日ソフトバンク巨人ですね、見ていきましょう。ソフトバンクのスタメンは1番に三森選手、2番に佐藤直樹選手、3番に牧原選手、4番リチャード選手、5番正郷選手、6番中谷選手、7番井上選手、8番高田選手、9番海野選手、ピッチャーが石川選手です。一方巨人はですね、1番丸選手、2番吉川選手、3番坂本選手、4番岡本選手、5番ウィーラー選手、6番中田選手、7番大城選手、8番松原選手、9番に、ショートに若林選手ですね。でピッチャーが山口選手と。でソフトバンクの継投は合計で5投手、巨人が6投手の継投。はい、結果見ていくと、巨人がですね、先行で、2点ですね、入れまして、ソフトバンクが後攻で6点入れた試合でございました。というわけで今回の試合はソフトバンクの勝利と、山口での試合というところで、明日もね福岡で試合があるんで、ソフトバンクのメンバーっていうところは若手中心だったので、巨人がですね、勝たないといけない試合だったんですけれども、そこを落としてしまったということになりました。なかなかね巨人も打てないと。でソフトバンクは逆にですね、若手中心でよくね打った試合だったのかなというふうに思います。はい、ではですね、それぞれの打撃成績チェックしていきましょう。はい、ではまず巨人打線から見ていきましょう。今日はですね、1番に入った丸選手、2打数のノーヒット1四球で、このところね好調だったんですけど、今日は当たりなし、でもフォアボールね1つ選んでおりました。で岡田選手がですね、途中からライトで出場、2打数ノーヒット2三振ということで、ちょっとねオープン戦苦しんでいるようですね。で2番の吉川選手は3打数1安打というところで、ヒットはね出てきているので、状態は上がってきているのかなという感じですね。で北村選手が途中出場でセカンド、ヒットっていうのはなかったんですけど、フォアボール2つね選んでます。で坂本選手が3打数の1安打1三振、石川選手が2打数のノーヒット1三振ということで、ちょっとねこの人も、結果出ておりませんので、割とですね2軍降格っていうところが近づいてきているのかなと。で岡本選手が1の0、フォアボールも2つね選んでおります。で増田陸選手が、ダイソーから出場、この日は1の0 1三振ですね。で秋広選手が途中出場で1の0、中田選手が3打数の1安打1打点、1三振ということで、これで8試合連続ヒットとなっております。好調キープです。打率もね3割8分あると。で中島選手が1の0、大城選手が3打数1安打1三振2ベース1本ということで、大城選手もね順調に来ているんではないでしょうか。守りだけではなくね打撃の状態も上がっていると。で山瀬選手が途中出場で1の0、松原選手が3打数1安打1打点1四球ということで、状態上がっていない松原選手なんですが、この日はね、2出塁ということです。早ければポランコがね9日から、合流するんじゃないかというふうに言われてます。まだね2軍スタートからではあるんですけど、開幕にも間に合うということなんで、ここからね平時で、頑張っていただきたいなと。で岡林選手がスタメンでしたが2の0 1四球、増田選手が1の1という結果でございます。はい、というわけで、巨人はですね3発6安打かな、なかなかねヒット特に長打が打てなかった試合でございました。打率っていうのもね一向に上がってきませんので、もうちょっとねここらでしっかりと固め打ちっていうのをしていきたいところかなと。またね明日、同じソフトバンクとの試合なので、そこではねヒットをたくさん打っている姿を見たいなというふうに思います。はい、では高校のソフトバンクもチェックしていきましょう。はい、ではソフトバンク打線ですね、見ていきましょう。1番の三森選手が2打数1安打2四球1犠打ということで、3出塁ですね。で、送りバントもしているので5打席中4打席で仕事をした形になりました。評価上がったんではないでしょうか。で佐藤直樹選手ですね、4打数ノーヒット3三振1犠打ということで、彼もね結構強化勝負の試合だったんですけど、結果出ずというところで、期待されている選手なだけに今後どうなるのかと。で牧原選手が4の1ですね、ヒット出ました。谷川原選手がですね1の0、
リチャード選手ですね、この日は4番かな、に入りました。4打数2安打2三振1四球ということで、ツーベース1本も打ってます。3出塁ということで、結果出しましたね。ナイスバッティングです。マサゴ選手が2の0でしたが、ファーボール2つ、中谷選手も2の0でファーボール1つ選んでおります。で、小林選手が、ノーヒットですが四球1。そして井上選手ですね、今日は4打数の2安打5打点1ホーマーという素晴らしい活躍でございました。若手中心のオーダーっていうところで、今後ねオープン戦、帯同するかどうかっていう試合の中で、本当100点満点の結果が出たんではないでしょうか。おそらくね今後もずっと帯同していくんじゃないかなっていうふうには思いますし、開幕1軍っていうところがねいよいよ、視野にというところではないでしょうか。で、高田選手が3打数の1安打3ベース1本、海野選手が4打数1安打1打点ということで、打撃が好調と。はい、というわけでね、ソフトバンク打線、若手中心でしたがよくね打ちました。特に、巨人と、対照的に長打がね多く出たんではないでしょうか。さらに打ってほしいね若手が、しっかりとね答えてくれたっていうところも、非常に見応えがありましたし、ワクワクする打線っていうところがですね、数年後また想像できる、打線になるのかなというふうに思います。では今日は、ですね打線は以上です。続いてピッチャー陣ですね、チェックしていきましょう。はい、ではですね、ピッチャー陣見ていきましょう。ソフトバンクは石川選手が先発、 4.0 イニング被安打に4奪三振フォアボール4つ力点0というピッチングでございました。コントロールがね定まっていなかったんですが、まあそれでも、ヒット2本、三振4つというピッチングでございましたし、防御率はオープン戦で未だ 0.00 というところですね。まあ、完璧っていう内容ではなかったんでしょうが、まあそれでも先発ローテとしてね、前進したんではないでしょうか。で、田浦選手が 1.0 イニングで、被安打0、パーフェクトピッチングでございます。杉山選手が 2.0 イニングで被安打3奪三振2フォアボール3つ出点2ということで、彼もね制球定まっておらず、安打を打たれてしまったとアピールならずという結果でございました。笠谷選手 1.0 イニングパーフェクトということで、このところずっといいですね彼は。アピール続いているんではないでしょうか。で、甲斐野選手も 1.0 イニングで被安打1奪三振2フォアボール1つと、得点0、ランナーは背負ったんですが三振をね多く取れた、試合でございました。球威っていうのも戻ってきているのかなっていうふうには思いますので、今シーズンですねさらなる飛躍を期待したい選手です。で、巨人はですね先発山口選手 3.0 イニング被安打4、ホームラン1本ありました。奪三振3、フォアボール0、デッドボールが1個あって得点2という結果でございました。ホームランは、ね、浴びてしまったんですけど、フォアボールもねデッドボールだけなので、めちゃめちゃ悪いっていう感じではなかったのかなっていうふうには思います。この1試合で、ね、評価っていうのは変わらないでしょうし、基本的には先発ローテっていうのが内定している選手なので、あとはね数試合、順調に調整していただければなと。で、堀岡選手、育成選手でございます。 1.0 イニングで被安打0、フォアボール1つ出ましたが得点0で抑えました。で、ルーキーの山田選手が 1.2 イニング投げて被安打にフォアボール3つ、得点1ということで、ストレートの球威っていうのはある選手で、はあるんですけど、ちょっとね球速っていうのが、そこまで出ていなかったのと、コントロールですよね、そこっていうのがね、やっぱ課題には上がってくるのかなっていうふうには思いますので、まだね開幕一軍っていう感じではないのかなというふうに感じました。で、谷岡選手が 0.1 イニングで奪三振1というピッチングでございます。大江選手が 1.0 イニング被安打2、フォアボール2つ、得点3ということで、ちょっとね乱調でしたね。しかし最後育成の桑原選手が 1.0 イニングで奪三振2つ、フォアボール1つ、得点0ということで、今回の試合はですね育成選手がね主に活躍した試合となったんではないでしょうか。いいアピールでしたね。はい、というわけで以上です。最後にネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。明日から福岡に戻って主力もスタメンに戻ってくる中、井上とリチャードが結果残したのは大きいなということですね。そうですね、本当にねこの試合っていうのは試合前からね首脳陣も、大切な、試合というところで位置づけてはいましたので、そういうところ考えるとですね、そういう中で試合で結果残せるっていう選手はですね当然ね首脳陣から評価されるべきねところかなっていうふうには思いますし、やはりソフトバンクといえばですねサード松田っていうイメージが大きいんですけど、彼も年齢的にですね、成績も下降気味ですし、世代交代っていうのは間違いなく必要と。
そういう中で井上、リチャード、この2人がね今現在活躍しているっていうことは、まあ、開幕スタメンですね、どちらかサードで抜擢されてもね正直おかしくないんじゃないかというところまで来ているんでしょう。まだまだねオープン戦っていうのはあるんですが、結果を出せばですね、しっかりとスタメンで使ってもらえる土台っていうのはできてきたんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、ぜひともね期待したい2人でございます。はい、一方巨人ですね、マゲオ、ショーンさん、松原にタイムリー、両軍合わせて16四死球生んだりするような試合、1軍2軍の振り分けがはかどりますねということですね。やはりですね巨人的にはなかなかいい試合ができないと、でタイムリー打ったのもですね実はこれがオープン戦初めてのことだったみたいですね。ずっとホームランとかで得点だったんですけど、またフォアボールが、非常に多かったということと、まあ、この感じだとね1軍2軍で、入れ替えっていうのも近くにあるのかなというふうに思います。ただちょっとね2軍がクラスターで稼働していない状態なので、そこをねどう判断するかと。あとは遠征続きなので、次東京ドーム帰ってくるのが18日とかなんですよね。なのでそれまでに入れ替えあるかっていうところがね、今後結構注目されるところかなというふうには思いますので、まあ巨人ですね、まあでも主力の調整っていうのは順調にいってるようには見えますので、あとは若手中堅の突き上げかなと、まあ、そこが揃えば、まあ、優勝に返り咲くっていうところもね、だんだん見えてくるのかなっていうふうには思いますので、まあ、ぜひね、そこをなんとかというところではないでしょうか。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。